二人なら
さんなんておかしいですけれども、LA からロサンゼルスから1年ぶりに帰っていらしたということで、今日私が英語でインタビューしてみたいと思います。Hello, Ken. How do you do? Hi. Hi. Please tell me the difference Japanese girl from the LA girls. やったね。やったね。Difference is, first of all, color of their eyes. Yes. Ah, 目。Eyes. あ、やった。Eyes. はい、目。And, はい。本当に英語で喋るの？あ、いや、日本語でいいです。はい。目が違うんですか？うん、そうだね。性格も違うけど、うん。どういうとこが性格で違うのかな？そうだね、向こうの方が積極的っていうのかな。あ、やっぱり今でもそうですか？そうだ、今は割と日本の女の子でもこう積極的になってきたんじゃないかなとか思ってるんです。うん、そう、僕も思うけどね、まだ。うん、まだまだ足りない、うん、どういう部分なのかな。あのね、ラテンの女の子なんかさ、うん、もっと情熱的っていうかな、あれ、血の中に入ってるからね。はあ、じゃあそういうとこ、どちらの方がケンは好きですか、日本の女の子。うん、僕は好きなのは最初はブロンドとかね、うん、やっぱり自分が持ってないものは持ってたから好きだったけど、日本人が好きだ。日本人の方が好き、うん、あ、本当。じゃあ例えばこれから結婚するとしたらどっちがいいですか。男かな。そう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 、冗談冗談。男じゃ、女でしょ。冗談。日本人の方がいい。うん、日本人じゃない。あ、本当。それはやっぱりどうして、優しいからかな。うん、そうだな。一緒にお茶漬けとかさ。あ、うん、結構渋いんだ。うん、そうだね、そういうとこは好きだね。でもああいう音楽歌ってお茶漬けが一緒に食べたいっていうのは本当にびっくりしましたが、これからはどういう音楽を、日本で活動なさるんですか。長いビザが取れたんで。あ、本当に、うん、だから 2,3 年は入れていて、そして何ヶ月か帰って、うん、それでまた帰ってきて。あ、じゃあこれから日本でたくさん見られる機会が多いと思いますけれども、頑張ってください。はい、今日はありがとうございました。どうも。ケンタブラ